今日は、WP REST API というものについての活用事例と、あと今後についてのお話をちょっとできればと思います。この前のですね、あったナオコさんのセッションの方で多分ジャブ打ちがあったと思いますが、ちょっと私聞いてなかったのであれなんですが、なんかだいぶプレッシャーかけてきてるよという話は伝え聞いております。そんなに大した話はしませんので、あんま期待しないでください。まずですね、自己紹介から、吉田祐介と申します。普段は、株式会社コミュニティコンプという会社でですね、勤めておりまして、そこでプログラマーという肩書きで、仕事させてもらってます。ワードプレス歴は、そのコミュニティコンプにですね、入社してからなので、2年ちょいぐらいですねなります。普段のコミュニティ活動は、ワードベンチ埼玉で、スピーカー、セッションのですね、お話ししたりとかしてます。であと去年の、ヤング東京でも、スピーカーをしました。その時はですね、15分ぐらいのセッションだったんですけど、20分かな、パピオンの箱だったので、今日もいっぱいいてはいらっしゃいますけど、去年はなんかこの3倍ぐらいの人がいた気がして、去年よりかは、現地のゆとりを持ってお話できるかなと思います。あとは、他のですね、今年の名古屋フェス、フェス名古屋の NG とかですね、そういったものにも、参加したりしてます。最初にちょっとだけ宣伝です。私どもの会社はですね、コワーキングスペース 7F というものを大宮でやっております。コワーキングスペース分かる方、分かりますよね、皆さん。ここにいらっしゃる方は分かると思いますが、大宮でやってます。大宮駅とか東京という素敵な立地なので、東京からするとちょっと遠いんですけど、年中無休で朝7時から23時までやっている素晴らしいコワーキングスペースなので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。じゃあ今日の本題です。WP REST API、 なんか去年あたりからよく聞くようになったよね。WP REST API、去年は JSON REST API とかとも言ってたかもしれない。そもそもこれ何なのよというのですね、ものすごくざっくり言うとですね、URI ベースでリクエストを出すと、ワードプレスのデータをですね、JSON 形式で返してくれるっていう API になっています。この API を使うとどんな情報が取れるのっていうとですね、投稿や、固定ページメディアの情報とか、ワードプレスで管理しているデータなんかを、JSON で取得することができるという代物です。でその他にですね、できることとしては、今言った投稿の取得とかもできるんですけども、外部から投稿のですね、作成とか編集というのもできたりですね、カスタムフィールドのあたりもいじれますし、メディアの添付ファイルとかですね、その辺もいじれて、ユーザー情報も作れちゃったりします。基本ワードプレスの管理画面でできる操作は一通り、テーマの設定とかその辺を除いて、一通りできるかなという感じになっています。詳しくは公式サイトへということで、チャラッと公式サイトに行ってみましょう。よいしょ。英語なんですけど、API ポリゴンです。これ、最後の方で話しますけれども、今はバージョン2っていうのができていて、このサイトは、バージョン1の方かな。どっちも書いてることは多分そんなに、深く読んでないんですけど、変わんないと思うんですけど、こちらでも使えると思います。全部英語なんですけど、こちらを見てみるのが、簡単にワードプレスサイトのデータに、テスト API になれば、アクセスできるよみたいなことが書いて、ずらずらと、こんな形でデータゲットできるよとか、こんな情報取れるよみたいなのがずらずらと書いてあります。で、インストールの方法とかも、ベイグランド使った方法とか、いろいろ書いてあるので、何か困ったらここ見れば、分かると思います。で、スライドの方に戻りまして、じゃ
ゃあこいつってどうやって実装するのっていうとですね、まあ、今のところは、プラグインをインストールするっていう形ですね。今ご紹介したあのバージョン1の WP REST API か、まあ、バージョン2かっていうところで、まあ、今のところっていうところは後半でお話しします。で、まあ、使ってみないことには分かんないよねということで、まずは使ってみようぜというところですが、非常に簡単なデモサイトを昨晩作りまして、昨晩というか今朝作りまして、これはサラのワードプレスインストールした状態に、テストのロコデータとかをふわーっと入れたサイトです。単純に表示すると、まあこれはいいかな、あれで、まあこんな感じでページが表示されているサイトなんですけど、このサイトに載っている、情報をREST API を使って他のサイトを見てみようというのは、やってみたいことです。でまずプラグインインストールしましょうという感じで、インストールはもう確かしちゃってるんですけど、これですね、 WP REST API を入れてください。でこれを入れると何ができるかっていうと、今本当に入れただけです。入れただけの状態で、このですね、後ろに WPJSON というのをですね、最初に URL の後ろにつけてあげるんですよ。そうするとこんな感じで、JSON データが返ってくるという仕組みになっています。本当にあのプラグインをインストールするだけでこの状態になります。あの JSON なんでこうやるとこう見ると何が何だか分かんないですけども、あのまあ、フォーム URL の後ろにつけた場合はこんな感じでサイト情報が出るっていう感じですね。URL とかないんですよ。で、さらにですね、この後ろに、数値とかですねつけてあげると、これまたあの中のテストデータが日本語なんですごく答えてますけど、まあ、こんな感じで投稿データがズバーッと取れてる状況。まあ、これを見たら何人もこれってなっちゃうところはあるかもしれないですけど、あの、まあ、こういうことが取れるというのを覚えておいてください。じゃあ実際にあのこの取ったデータをですね、どう活用したらいいのっていうのがですね、これはいいものを使えると思うかな。じゃあ別のサイトで今のサイトのデータを引っ張ってきて、例えば固定ページに表記してみようぜとなりますとですね、これ別サイトです。あのドメイン一緒なんで分かりづらいんですけど、一応別サイトです。分かりでしょう。今もうすでに出ちゃってるんですけど、どうしようかな、出てると分かりづらいんで一回あの元サイトの方のレスト API を止めてみます。止めるとですね、でも固定ページはカラーなんですよ。で、REST API を有効化してあげると、こっちのですね、まあ、投稿のデータがこの辺いっぱいあるんですけど、こいつらが、このようにですね、バババッという感じになります。非常に簡単ですね。プラグイン入れるだけで、あ、ごめんなさい。プラグイン入れるだけで JSON を引っ張ってこれるようになって、で、まあ、あの実際に他のサイトで取るようにするっていうところは、もちろん JSON をですね、読み込んで、文字に書き出してあげるっていうコードは、書かなきゃいけないんですけど、ちょっと黒い画面出しますけど、あんまり拒否反応出さないでください。今のですね、デモ用固定ページのですね、テーマいじるとかある人は分かると思うんですけれども、
今の固定ページのテンプレートファイルがこちらになります。でもこれサラの15のページ PHP にちょっと引っ張るコードを出したんですけれども、ここかな、この辺、ここだ、JSON を読み込むんで、JQuery 使って JAX で、ゲットして、でそれをデータ取れたら書き出すよみたいなことが書いてあるんですけど、こんな感じで取れます。読み解き方は他にもあると思うんですけれども、これが割と一般的かなと思います。で今ですね、取っているデータはこの URL っていうので指定していて、デモサイトの JSON のポストを取ってみましょうというふうにしています。でこれだけだと本当にただ取ってくるだけなので、当然ですけれども普通のワードプレスサイトでもやるように、絞り込みとかもしたいよねっていうのはお話としてあると思います。でそこはですね、これは REST API なんで、URI ベースで、その辺の条件指定っていうのもできる形になっています。実際にですね、どうしてあげるかというと、文字がちっちゃくてちょっと見づらい、ちょっとごめんなさい、見づらいかもしれないんですけども、ですね、パラメーターをつけてあげます。フィルターカッコなんちゃらなんちゃらみたいな感じですね。フィルターカッコの中にクエリーで使う、条件ですね、これを入れて、で実際に検索する値を入れてあげるといけますよっていう指定の方法になってます。やり方は、こんな感じで、今回指定してみてるのが、S っていうのが検索のキーワード指定ですね。なんで、Hello という単語で書けましょうと。で、語源取っていきましょうという条件にしています。この状態でテンプレートを保存して、さっきのサイトを見てみると、これはですね、5件もないので2件しか出ませんが、エロと、こっちも多分本文内にあるんでしょうけど、はい。というので、こういうふうに絞り込みも簡単にできるという形になっています。なので、今、サンプルで出してきたのは、個数だけなんですけども、他にもいろいろと指定できる、取得したいデータっていうのをいろいろ指定できますし、条件も他にもいろいろできます。その辺は公式の WP API オリジンに載っているので、その辺を参考にしてもらえれば、良いかと思います。で、実際にですね、こんな実装をしてみましたっていうですね、私が実装した例を挙げようというページなんですけれども、ごめんなさい、昨日ちょっとお風呂で寝落ちしたので、デモサイトが作れませんでした。ですね、以前にですね、ちょっと作ったことがあるし、仕組みで、ユーザーの情報を別サイトで管理しましょうっていうのを作りました。よくある会員制サイトっていうのは、そのワードプレスサイト内のユーザー情報を持ってそこに登録させてってやると思うんですけれども、例えば同じ会員さんが複数サイトにわたって、使ってもらう、ただその複数それぞれのサイトはドメインも違うし全く違うものだよって言った時にですね、それぞれのサイトでユーザー情報を持つっていうのはシステム的には非常に重要なものですし、個人情報をいろんなところで持つのはセキュリティ的にもあんまりよろしくないかなっていうのはあるかなと思います。であと、もちろん登録する会員さん自体も、毎回同じ情報を入力させられるなっていうストレスがあると思うので、そこで一つこう会員登録に対してもハードルが上がるかなっていうのがあって、だったらもう会員さんの情報は、それ専用のですね、ワードプレスを1個作って、そこをですね、データベース的な扱い方をして、そこを参照してユーザー情報は参照するっていうのは、いいんではないかと言ってですね、この REST API を使って作りました。こういったユーザーを複数登録させないって仕組みは、もちろんワードプレスのデフォルトのリスサイト機能を使えば実現できることではあるんですけれども、
まあ、あのマルチサイトは使ったことがある方はご存知かもしれませんが、あのプラグインがですね、まあ、対応してないものが多々あったりとか、まあ、いろいろとは、まあ、自分でカスタマイズしていく上で結構こう癖があるので、なかなかにして使いづらいっていうケースはあると思うので、そういった時はですね、この仕組みを REST API を使うと、まあ、ユーザーの登録とかワンサイトで求められるっていうところですね。で、まあ、実際にこれ実装するためには、もちろんユーザー情報、個人情報は使うんで、単純に REST API だけで、まあ、登録の処理を外部サイトに対して発行したりとかっていうのは、それはでそこから引っ張ったりとかは全然セキュアじゃないので、もちろんですね、元サイトの方にはセキュアな設定を入れますし、あとはただ誰でも簡単に情報抜いたりできちゃ困るので、認証キーっていうものを設定して、それでログインするっていう形にするのが、したのが、僕が作ったやつです。でその時はですね、もう一つプラグインがあって、まあ WP なんか、まあ、オース認証のプラグインを作りました。でオース認証っていうのはよく皆さんは Facebook とかソーシャル系の、アカウント使っていろんなサービスにログインしますみたいなのはやられると思うんですけども、その時にFacebook 側が、のアカウントで、ログインしようとするとですね、まあ、そこで OAuth 認証っていうものが走って、Facebook 側から認証キーというものを発行して、でそのサイト自体はその人のユーザー情報を一切持たなくて、その Facebook から発行された認証キーをもとに、その人の情報を取り扱うっていう仕組みなんですけれども、まあ、そういった OAuth のですね、仕組みも組み込んで、掛け合わせて作ったのが、その時のサービスです。まあ、これはちょっとですね、ここまでやるってなると結構ですね、サイトの方に対してのカスタマイズとかいろいろ必要になってくるので、非常にハードルが上がってしまうところはあるんですけれども、単純にREST API 使って情報の、抜くとかですね、そんなにハードルが高くない、裏側でプログラムを書く必要はですね、JSON の読み込みの部分ぐらいなので、そんなにハードルが高くないかなと思います。で実際に私はこういうユーザー管理の仕組みで REST API を使いましたけれども、まあ、他に考えられる使い方としては、例えばワードプレス、まあ、便利だけどデザインとかいじるのちょっと私わかんないわみたいな時にですね、記事の管理だけはワードプレスでやってしまって、まあ、抜き出して表に出すところは他のシステムで自由自在になるみたいですね。そうですね、例えばショッピングサイトとかで、中のデータはワードプレスで管理して、実際はですね、カード機能がついている、別のシステムを使ってですね、データを表示するとか、そういったケースで REST API を使うと、記事の管理はワードプレスがしやすいっていうのは多分皆さん全然ご存知のことだと思うので、そういった時にですね、REST API を使うと、まあ、例えば誰かのサイトを作って提供してるみたいなことをされている方も提案しやすいんじゃないかなというのを思います。大丈夫ですか？ついてきてますか？ちょっと黒い画面あたりからちょっとシーンとしてきた感じがあるんですけど、もうないです。大丈夫です。これ以上のものは用意できませんでした。すいません。まあ、REST API のですね、概要と、まあ、私の総事例は、まあ、こんなものです。でこのあたりがですね、青木さんからなんか弱調されてたらしい REST API のこれからというところの話ですね。で、この REST API なんですけれども、コアに組み込まれます、組み込まれます詐欺的なですね、話がですね、結構前からありまして、で、まあ、途中で一回あったのが、バージョン
4かな、4.1 かな、そんくらいでもうコアに組み込みますっていうのがだいぶ流れたんですけども、実際のところですね、登場してみたらあれ何だったのかなっていう感じで中にいなかったんですね。でまあ、このレスト API 自体は先ほど説明したプラグインが出て前から来て、そこでずっと、開発が進められてきてました。で、次にですね、コアに組み込むぜっていうのがですね、正式コイルアナウンスになったので、蛇口されたんですけど、これはフォルムのそのコアチーム、フォーラムというか、まあ、このレステイパイについて語ったところのページなんですけども、ちょっと英語で書いてあって、ざっくりとしか分かんないので、すいません、翻訳こんにゃくで。わかりやすくしますね。まあ、日本語にして余計わかんなくなるところもあるんですが、まあ、前段はなんかいろいろ REST API についての話とか書いてあって、まあ、この REST API 用のチームっていうのが立ち上げられてて、で、まあ、その人たちが私たち頑張ってますぜっていうのを長々とつらつらと書いてあります。なんでこの風に立ち上げたのとか、そういった話もですね、つらつらーっと書いてあって、この辺からってこの話とか書いてあって、なんとなく書いてあります。この辺に書いてあります。我々は 4.4 にマージされたインフラを持つことを目指しない。エンドポイントは 4.521 の PBS 後に確定しました。変な日本語になってますが、要はですね、この後、この REST API っていうのは段階を分けて、コアの方に組み込んでいくっていう計画が今持ち上げられています。で、その第一段階としては 4.4 かなにですね、まあ、インフラを持つっていうのはよくわかんないですけど、まあ、第一段で、まあ、初期状態 の、 まあ、バージョン 0.、ベータ版的な感じで、組み込んでいきますよという話が出てきて、これ実際にもう 4.4 のベータが今出てるんですけど、ここにはもう実際に入ってます。で、まあいろいろ今テストをしてもらってるっていうステージですね。で、4.5 になると、今度はそれに対してですね、エンドポイントっていうものを付け加えたものが組み込まれて、より柔軟に対応できるようになっていくっていう話になってます。で、エンドポイントって何ぞやというとですね、ちょうどゲットするときの URI が、本 URL の後ろに WPJSON のポストとかなってましたけど、その辺のですね、URI の仕組みというか、まあ、パーマリング的なところを、自在にいじることができるようになる。なんで、まあ、ポストなんちゃらとか打つとかっこ悪いから、まあ、自分独自の、例えばカスタム投稿タイプのスラックをつけてみたりとか、そういったのをですね、シンプルに取得できるような形で、API を構築することができるようになるというのが、この先も目指してくるところということです。で、まあ、もともとなんでここまで触れてきたのというと、それでですね、本当に新しい機能で、まあ、4以降、いろいろ他にも新機能がどんどんワードプレスに追加されてきている中で、まあ、そんな請求に出す必要性の必要性というか、何でしょう、まあ、請求に出してしまって、当然新機能なので、いろいろバグが含まれますし、まあ、皆さんの求めている形に近づいてないみたいな話もあったりして、まあ、コアに入れるよりかは、まずはプラグインの形で提供できているんだから、そこで揉んでもらって、まあ、段階的にコアに組み込むアプローチを進めていきましょうというのが、今、この1年ぐらい、コアチームが出てきた流れでした。
で、先月ですね、9月の13日とかその辺で、この辺のデータに組み込むっていう話が上がって、でそこで組み込んだから皆さんももっといっぱいテストしてよ。何かあったら触れるかあげてよみたいなのが、この辺のコメントにバーンと書いてあるんですね。はい、そんな感じで、なので、次のバージョンで、4.4 でまず、今までプラグインの上だけ使えなかった部分が、最新のワードプレスを使うことで、まずはデータの取得などができるようになってくる。で、その次のまたバージョンで、カスタマイズでは出てきたベスト API っていうのを使えていくようになるっていうのが、今コアチームが進めている流れです。なので、今までこの中にもベスト API 使われている方っていらっしゃいます。今更ですけど、少数ですね。そうですよね、知ってたって方っていうのがあります。まだまだですね。これからは多分、今もやっぱりですね、こんな感じなんで、そこまで情報もまだ多くないですし、あと、みんなテストしてみたよぐらいの段階で、もうその後は一切情報が出なかったりですね、実際の使い道のところに関しても、深掘りされた情報っていうのもあんまり出てないので、その辺も、今後、来年とか、あるぐらいから手に出てくるんじゃないかなとは思ってますけれども、そんな感じなので、ベータでも使えますし、プラグインもあるので、使い方はさっきお見せした通り、情報自体はプラグインに入れちゃえば、それだけで一切何もやらずに取れちゃいますので、ぜひ、試してですね。で、一番いいのはベータに出て、フォアの方にプログどんどん上げていくっていうのが、多分ですね、チームの人たちにとって嬉しいことだと思うので、ぜひ皆さんベスト API 興味を持てましたらやってみてあげてください。はい、というところでですね、本日はこんなところでご清聴ありがとうございました。すいません、大したネタをご用意できずざっくりとした説明で、今日の最初の屋上に関してはライブで聞きます。ライブで聞くんで皆さん来てください。大宮でちょっと取りに来て、ぜひ、よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございます。